始まりました。ザンモイシーズ。お,お久しぶりです。お届けするのは私、北山智之とパッキー小林です。よろしくお願いいたします。急にね、パッキーさんがメタリカのことを聞きたいと <laughs> 言ってきたので <laughs>、大好きなので語りましょう。はい、メタリカについて語ろう。<お>いやー、まあもう、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 ね。 多分、メタリカっていうバンドの名前を知らないっていう人はあんまりいないと思うんですよ。まあ、ついにというか、2023年の4月に、アルバムが出るよっていうのが発表されたんですよね。2022年の11月29日に、まあ、ニュークリップ、新しい曲が、公開されたと。僕より先にパッキーさんが反応したぐらいなんで、まあ、かなり、もう発表されて直後ぐらいじゃないですか。 メタリカって言い出したから、え、なんでなんか映画でもあんのかなって思ったら、<laughs> まあそういうことでもなく、えー、ああ、なるほどなるほど。PV 見て反応したのか、みたいなね。そうそうそう,そう、うん。メタリカっていうのが、まあイライやっていうののもうす根本根本根本のところから言うと、うんうん、まあ、とんでもないものがやってきたっていうのがもう最初の、まあ、スラッシュメタルっていうの自体が日本では、まあ全然全然認知としては低かったので、うんえー、メタルの中でもちょっと かなりとんがったというか、すごいスピードを持って、どこどこどこと、パーメタルっていうのは別にあるんですけど、それとは別で、スラッシュっていうのは、まあ、うん、まあ、まあ、本当に速度だけじゃなくて、テクニカルだったりとか、うん、ええー、まあ、独特のそのリフの切り方だったりとか、そういうので、まあ、アメリカではもうちょっと、アンダーグラウンドではかなり支配した音楽だったんですよね。うん。でその中でもメタリカっていうのは、まあもうその中で、 一番こう抜きにでできたというか、もう突如として現れた感じですよ。日本のファンからすると。うん、キング・エル・オールっていうあ最初のアルバムが出たのは1983年。<ー>はい。で、まあ、世間的に知られてるのは、マスター・オブ・パペッツっていうアルバムがよく知られてまして、これが1986年ですね。うん、はい。日本でも、まあもう騒がれたのは、日本版がメタルマスターっていう名前やったんですけど、はい、このアルバムでもう、 みんなぶっ飛んだって感じですね。演奏のテクニックもすごいし、もうスピードも違ったみたいな感じないですか、うん、今のものと。あの、ファーストセカンド、キム・エル・オールとライト・ザ・ライトニングっていう1枚目2枚目のアルバムっていうのは、はい、まあそのおっしゃる通りで、本当にスピードの凄さっていうのが、うん、まあまあまあ前に出たアルバムたちだったんですよ。うん、で、あと、メタリカの面白さっていうのは本当にその、理風の面白さだったり、ソロの入り方だったり、ちょっとやっぱり癖が あって。うんうん、で、かつ、その、その前に、イギリスで流行っていた、ニューウェーブオブブリティッシュヘビーメタルっていう、まあ、音楽の系統があるんですけど、うそういう、その、イギリスで流行ったメタルの、その、叙情さというか、うん、あの、独特の、その、ソロ、泣かせる、うん、そういったものが、メタリカは早くからやっぱり吸収してたんですよね。うん,うん。で、アメリカの中でもちょっとそれはまだ、取り入れてるバンド自体が特殊でしたし、うん。 まあ、その中でどん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 走ってきてたんですけど、まあ、セカンドでももう相当走ってたはずなんですが、うん、サードアルバムでもうちょっと誰も到達できないぐらいのですね、メタルの一大傑作っていうのを作っちゃったんですよ。それが、まあ、一つで言うと、一曲の中にもう、緩急があるっていう感じですね。速いだけじゃなくて、急に叙情的メロディが始まって、アコースティックなのがポロ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 ,ポロも入ったりするわけです。うん、あの、曲調がどんどん変わっていって、 で、最終的にはもう、ドゥワーっとこう、なんていうんですかね、組曲のように盛り上がっていくわけですね。で、もう、もう僕らをもう、なんか、ちょっとよくわかんない世界に連れていっちゃうと。<laughs> <laughs> <laughs> これがまあ、86年ですね。だから僕はまだ、日本に流れてきた時って、翌年かその年かわかんないですけど、僕は中学校の1年生でした。うん、メタリカっていうのがもうすげえっていうので、まあ当時レンタル CD っていうのが、うん、 えー、うん、一番最初に、もう、オラマチにやってきた時に、もう大オススメメタリカみたいなね。で、も聞キーってぶっ飛びましたね。これは、もう本当にメタルマスターやなと。うんうん、今までのメタルが、もっと陽気やったんですよ。LA メタルっていうのが当時流行ってて、うん、もっとなんか、 陽気なバイカーたちので、そういう感じとか。もうヘアメタルって言って、この中身型したキラキラした人らがですね、もう美しい音楽であったり。だからボンジョビスら当時はメタルって言われてましたからね。へえ、そうなんですかそうです、そうです。ヘアメタルって言ってね。ところがメタリカっていうのはもう本来のメタルのおどろおどろしさっていうのを、こう、なんかまだ内放したまんま現代にこう戦い挑んできたみたいな感じがあったわけですよね。 だから出てきた時に、ね、まあもうショッキング。古き良きメタルも入ってるし、何より音が新しいと。なので、まあ3枚目っていうのは本当にマスターピースですね。これをん、ケナスメタルファンっていうのはちょっとお目にかかったことがないなというレベルのものを作っちゃったわけです。うん,うん。ところが、この鉄壁のラインナップ、まあまあ初期にはデイブ・ムステインっていう、 ギタリストがいて、彼の曲っていうのもメタリカに大きな影響を及ぼしてはいたんですけど、デブムステインっていうのはまあドラッグ打ったりとかですね、ドラッグやったりして、ちょっと、なので、えー、デビューアルバムの前に彼はクビになったわけです。まあ、後に彼はメガデスっていうバンド組むんですけど。あ,あはい。あっちに絡んでくるんですかまあ私も名前だけは知ってますけど。はい。 メタリカの初期の曲っていうのはもうほとんどにデビュー・ムステインの名前が入ってるんですね。うん。うん。ところがサードアルバムはもうムステイン色っていうのがなくなっちゃったわけですよ。うん。うん。だからほんまの意味でメタリカ色っていうのが初めて出たアルバムが、その3枚目のマスター・オ・パペッツで、で,うん、で、そこに大きく貢献したのがベースのクリフ・バートンっていう男ですね。はい。うん、で、素晴らしいなーって言ってたらクリフ・バートンが死んじゃうんですよ。これからすごいバンドになるはずだったのに、 今まで他のメンバーはもちろんすごかったんですけど、ベースの貢献度っていうのはもうどんどん上がってきてた。で、ク<ー>リフバートはなくてはならない存在だったまで言わしめたのに、ベースがいないと。<ん>えー、彼の代わりに、じゃあベースを入れないといけないってなった時に、<ん>まあ当時、あの、フロットサムジェットサムっていうバンドがあったんですけど、<ん>そこのリーダーで、まあ超絶すごいベースを弾いてる。 まあ、ピックで弾くのに、もう、恐ろしい変態プレイをやってた、ジェイソン・ニューステッドっていうやつがいるんですけど、はい。彼が、まあ、電撃加入というか、自分のバンドを捨ててまで、愛したわけです。まあまあ、それだけメダリカっていう名前はすごいんでしょうね。やってきたんですけど、はい。まあ、これが4枚目が超ずっこ系というか、曲はすごいんですよ。うん。曲はすごいんですけど、ベースの音が聞こえないんですよ。ヘッドオンでかなりのボリュームにしないと、 もうほぼベースが聞こえないみたいなアルバムになって、なんでこんなことあってんのっていうのが、当時、聞いた、もう最初の時に変やなと思いましたね。それぐらい前のアルバムってもうベースがブインブイン聞いてたんで、まあこれは後にね、みんな謝ってましたけど、要は彼のベースがみんな気に入らなかったんですね。ベースの音を下げちゃったんですね。場合によってはもうミュートしたぐらいの、メタルジャスティスっていうえアルバムが出たんですけど、そのアルバムは一定の評価を受けたんですね。でも、はい、 前のアルバムでぶっ飛んだ僕たちは、えーっていう感じでしたね。まあメタリカがすごいことには変わりないけど、なんだかなーみたいになっちゃって。まあその間にいろんなその他のスラッシュメタルバンドっていうのがど,どん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 86年以降ブワーッと出てきて、はい、一大スラッシュメタルブームが起こったんで、うん、どっちかっていうとまあメタリカってもうちょっとスラッシュメタルの人らじゃなくなってきちゃったんですよね。 まあまあ、そりゃそうですよね。本人らは仲高いしながら作ってるんですからね。うん。うん。いかがなものかとっていう。で、まあ、ジェイソン・ニュース・テッドもそれは面白くないですよね。そうですね。せっかく自分の番のス捨ててまで来たのに、な、うんちゅうこっちゃってなって。で、まあ、なんとなくでもわだかまりが解けたんでしょうね。うん。次のアルバムで、その次で。うん。うん、で、その次出てきたブラックアルバムっていうアルバムが出るんですけど、まあ、これがまた、 二回目のメタリカのとんでもねえことやってくれたなアルバムが出てくるわけですよ。一<ー>回みんな、まあ、メタリカはまあもうね、もうビッグバンドだからってさーって離れてた。んみんなどっかに行こうとしてたんですけど、全員また集結してきたんですね。<laughs> <laughs> <laughs> すごいものをまた作りやがったなみたいな。えどこら辺がすごかったんですかこれはもうだから90年代の音を先に作っちゃったってことですね。 うん、メタリカのメタリカっていうアルバムなんですけど、はい、90年代の後半って、もうものすごい重苦しい音っていうか、ベースとドラムがもうめちゃめちゃ、その、すごい効いた曲調っていうのが、もう全部それに変わっちゃうんですけど、うん、それをもう一番最初に、もう世間に出しちゃったっていうか、まあ、本当は他の、 アルバムでもあるんですけど、うん、80年代にモトリクルーが出したドクターフィールグッドとか、そういうアルバムもあったんですけど、それの同じね、メンバーたちが、あのー、音作りのメンバーたちがメタリカと合流したんですよ。うん、で、そのおかげでメタリカ自体もものすごく重苦しい音っていうか、えー、すごく沈んだ音の音作りをやって、で、かつスピードにも頼らなくなったんですよね。王、うん、道のメタルっていうのを鳴らしながら、バラードも非常にもバラードらしいバラードをやりながら、 うん、しかし、重くて、もう、本当にヘビーなミュージックっていうのを作って、で、僕たちにひょろっと出したわけですね。うん、メタリカの情報あんまり追わなくなってた時に来て、うんうん、で、ジェイソンニューステッドのベースもここで初めてしっかり聴くことができて <laughs> あ。よかったですね。ちゃんと参加したまま5枚目が出たんですね。そう,そう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 。うで、すごいやん、ジェイソンってなったわけですよ。<laughs> 知らなかったっていう。ええ メンバーも大納得みたいなね。うん。うんと思ったんですけどね。やっぱりジェイソンのわだかまりってやっぱり最初からそういうので始まってるから、うん。その後もずーっと揉め続けんすよ、結局。<laughs> だから今、小杉さんの背景にいる <laughs> ベースは、もういいあの、ジェイソンニュースセットじゃないんですか <laughs> 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 まあ、やっぱりその、自分の音ではないんですよね。うん。だからずっとジェイソン的には、まあ、貢献してるから、 うん、それはそれで、ちょっと別の、あのー、ソロ活動とか、他の活動もやって、自分のやつをちょっとやりたいみたいなことをすごい言ってたんですけど、うんうん、それはもう絶対認めないと。<あ>メタリカの間はメタリカなんだ、まあ、お前はっていうことで、ずっと押さえつけられてたわけです。なるほどね。曲も持ってくんですけど、跳ねられるんです。何曲やったかな ?3 曲ぐらいしか認められてなんですよね。在籍中。ってことは、もう本当にそんな、まあ10倍とか20倍とかもっと、 <laughs> 絶対出してるって、も,うもっと言うかもしれませんよね、もしかしたらね。<laughs> だって、その後発表された曲数見たら、うん、もうわかりますよ。絶対作ってたんやなって。<laughs> メタリカに貢献もしてるけど、自分の曲は認められないみたいなね。なるほどね。うん。だから苦しみ抜いちゃって。で、その苦しみっていうのがやっぱり、メタリカメタリカの時はうまくいったんですけど、その後、だからメタリカって90年代に入って迷走しちゃうんですよ。これまた僕らがメタリカ離れを起こす。 感じ。ああ、また、<laughs> おお、そしてまた別の動き向向始めた。そうですね。<laughs> 僕らまた背中を向いてって。<laughs> ええー。なんか急にアメリカンハードロックみたいな感じで、こうちょっと、なんて言うんですかね。俺たち大人になったよみたいなメタリカが出てきたんですけど、ちょっと僕らそれ乗れないなっていう <laughs>。<laughs> で、メタリカ自体もこれ間違ってたんかなってなって、うんうん、うん。あの、2枚ぐらいね、その路線でやったんですけど。 アルバムも出ないな、みたいな、うん、<laughs> 感じになっちゃって。で、その間にジェイソン・ニューステッドの揉めに揉めた、なんかわーっていうのがあって、うん。で、気がついたらジェイソンはもう辞めてました、みたいな<ー>。うんそれがだから90年代が終わったぐらいの頃じゃなかったですかね、うん。うんで、2000年に入ってから、まあ、ニューベーシストを入れないとっていうので、メンバーを足したわけですね、うん。はい。 で、これはね、僕らの時代はトゥルージローって言ってたんですけど、はい、最近はあの、トゥルーヒーロっていうのが正しいみたいですね。はい、はい。はい。僕らはトゥルージロー、トゥルージローって言って、読んでた人間なんですけど、うん、彼が、まあ、メタリカに加入しますよってなって、うん、まあ僕はトゥルージローって呼びますね。トゥルージローは、あの、非常に人付き合いのいい人間で、うん、なので、もういろんなバンドをやっぱり経験してますから、うん、だから最初からこうメタリカ馴染んでるんですよね。 うん。うん、オーディションの時ももうすごいベース弾いて、なんか、クリフ・バートンっぽいベースもビューって俺弾けるよ、みたいになあって。で、メンバーも、あ、すごい、クリフ・バートンの再来や、みたいな。もう喜びどころ知ってるわけですから。うん。もう非常にうまいやつだったわけですよ。うん。で、もうメタリカ大歓迎で迎えて。うん。だからまあ、ジェイソン・ニュース・テッドのね、ファンからしたらもう、どういうことやって思うと思うんですけどね。まずテクニックはもちろんピカイチなわけでしょそれあピカイチ、ピカイチです、ピカイチです。え、ね、まあ、昔、スイサイダル・テンデンシーズっていうね、 バンドのベーシストだったわけですけど、もうその頃からもすごかったですし、うん。いろんなその、それのサイドプロジェクトだったり、オジー・オズボーンのね、ベースを弾いたりとか、うん、ええー、あとブラック・レーベル・ソサイティっていう、あの、バンドでも弾いてたりとか、あの、僕が好きなのはあれですね、ファンクのミュージックが入ったヘビーバンドで、インフェクシャス・グルーブスっていうバンドがいたんですけど、うん、そこでも、まあもう、なくてはならない存在っていうか、すごいもうゴリゴリのベースを、 弾いてるっていう。うん,うん。だからどっちかっていうとメタリカに合うのかみたいにね、思ってたぐらいなんですけど。<ー>彼はもう、パーツが埋まったぐらいの凄さだったん、うん。うん。で、もう今はメタリカっていうのはそこから立ち止まることなく、現在になりますという。<ー>これからざっくりしたメタリカ歴史ですね。<ー>3枚目と5枚目。もうマスターピースというか。うん。うん、メタルの歴史自体を変えた2枚ではあるとは思うんですよね。で、現在のメタリカっていうのはもう、 すごいとしか言いようがないですね。うん。なんか、もうかっこいいものをやっぱりずーっと作ってる作ってるっていう感じがします。シングル曲にしても、中の曲にしても、手抜きはもう一切感じないですからね。うー,んえーじゃあ昔手抜いてんかっ,て言ったら手は抜いてないんですけど、なんか僕らが背中向くようなメタリカではもうないので、ああ<ー>。どっちかというともう出れば出るほど、おー、おー、おーって感じですよね。<laughs> <laughs> それがもう今3枚ぐらい続いてきたんで。なるほどね。 次の、だから、ニューアルバムも、まあ、あの音聞けば、なるほど、もう緩急なしで突っ込むだけの曲聞きますかって感じなんで、これまた楽しみ。だからもう今はあれなんですよ、その、小杉さんの後ろにいる、口開けてるメタリカがもう基本イメージなんですよ。これが今完成形なんですね。現在のもうメタリカですよね。もうだから現代メタルや現代ハードロックの基礎知識であり、こんなに独創性の高い音楽っていうのは、 まあ今のメタルがじゃあ作れてるかっつったら僕は作れてないと思いますねうん、うん。メタルっていうものの完成を見たんですよね。一個ね。だからもうやっぱりそこから出てきてるのでどうしてもやっぱり小さく小さくまとまろうとしてるメタル、もしくはメタリカが今追い求めてるような一曲のかっこよさにやっぱり発してるところっていうのがあって、うんうんちょっとこの畳みかけるような、うん、もう本当に組曲家のようなこのメタル進行。 うん、まあそれはガンズもそうなんですけど、のファーストもそうなんですけど、うん、もう本当にギターがどこに走っていくかわかんないような、そのスリリングさっていうのは、ちょっと今のメタルではなかなか味わうことが、うん、まあ僕はもうそれを聞きすぎたあまりっていうのもあるんですけどね。うん、ええー、だから今のアルバムでももちろんすごいアルバムっていうのはいっぱいあるんですけど、うん、でもやっぱりここをそのリアルタイムで聞いちまったっていうのはちょっと、うん、もうどうしようもないですね。 ファーストから聞こうとか思わないことですね。ああ、時代を追ってこう、順を追ってこうとかそうでした時系列順に行こうとか思わずに、<coughs> もう傑作をまず聞くべきですよ。で、うん、やられちまったら、じゃあ次の傑作を聞いて、で、それでもいいな、メタリカもっと聞きたいなってなってきたら、だんだん、だんだん別のやつを買っていくが。あ<ー>なので小杉さんも3枚目。で、次5枚目。で、いけたら現代メタリカ。<laughs> なるほど。 あもう3号現代。うんうん、もう現代、<laughs> セイントアンガー以降の現代メタリカをまず聞く。あの、変にそのジェイソン・ニューステッドが争ってたような、あの,音の、あ<ー>なんか、やつとか、ええ、あとなんか、90年代のこう、アメリカンの間違ったロールリロードとかは、ちょっと一回捨てましょう。うん、<laughs> ええ、それはもうメタリカがもう大好きですってなれば全部追うべきです。聞いて、で、すべて、全て聞いた上で、 この部分も楽しいみたいな感じでやっていけばいいってことですね。あそうですね、うんまあ。僕からのおすすめとしては、その生き方。3、5、で、セイントアンガー以降、えーうん、セイントアンガーデスマグネティクス、ハードワイヤードトゥーセルフディストラクトってこの3枚があるんですけど、そこで行ってください。そんな感じの僕のベラベラ放送でした。うんはいや、yeah, ありがとうございます。はい。ということで、ドンパキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。